はい、こんにちは。というわけでですね、さっき録画したんですけど、マイクをオンにするのを忘れていました。入ってるよね。あ、今これあれかな、ノイズ除去機能入ってるのかな。まあいいや、トランジション。はい、というわけでですね、できたかな。できてるならいいとしましょう。6月4日、1年も半分ほぼ過ぎまして、1年前ぐらいは、東京オリンピックやるのかやらないのか、どっちなんだいっていうふうに言ってたような気がしますけれども、やりましたね。ということはどうでもいいですね。はい。ライゼンの6000シリーズ搭載の ASUS のゲーミング PC とかが出ておりますということですね。発売されますと。そういうことですね。なんだったっけ？これ書くの忘れてた。機種名とか。まあ、いいか。Dellのプレシジョン3470っていうのが出ております。企業向けの製品ですね。プレシジョンはモバイルワークステーションか、そんなような感じですね。あれ、これが日本語ひらがなになってた。まあそんなのはいいでしょう。レッツノート、この前法人向けの新製品が出てましたけども、個人向けモデルも発表されました。そして手作りレッツノート工房を3年ぶりに開催するという、ニュースもあります。2019年にやったのかな。で、20年、21年はやらず、22年にやると。そういうことかな。はい。あ、これはあれですね。レッツノートを自分で組み立てられ、作れますよっていう、レッツノート、パナソニックが元祖でやってるやつですね。パナソニックっていう会社も、なんかビジネスなんたらいう、なんかよくわかんない名前になってましたね。だからよくわかんないですね。サーフェイスラップトップ Go 2っていうのがマイクロソフトから発表されました。サーフェイスラップトップの安い版の2ですね。はい。ということです。いや、10万円ぐらいかな。安いって言っても、そんなには他の会社と比べてそんなにとんでもなく安くないけどね。まあいいんじゃないでしょうか。安いのが欲しい人には。ASUS VivoBook 13スレート OLED の2、フィリップ・コルバート、スティーブン・ハリソンとのコラボモデルっていうのが、発表されております。派手な色使いの、デザイナーさんで、それの、カバーとか、そういうのが付属。そういう人たちが作っ、がデザインした派手な感じの、なんちゅうの？カバーとか、そういうのが付いてるコラボモデルってことですね。メモリが多かったらいいんじゃねえかなと思ったけど、ちょっとメモリがね、あんまり。値段はまあまあですけどね。Google Duo と Meet が統合するそうですね。結局あの Google のこの辺の機能っていろんなのが名前変えただ何だらをしたこうしたとかいうのは変わりすぎて、結局今何がどの機能で使えるのかってわかんない人って多分多いと思うんですよ。はい。これもそうなるでしょう。今週の MSI モダン14っていうビジネス向けの PC ラップとかかな。そんなのが出たりしていますね。というような感じで今日は終わりたいと思います。はい。今日は簡易版ということでお送りしました。いつも簡易版ですけどもね。あれですね。これ画像ちっちゃいね、ここね。今ね。まあいいか。
頭切れてるし。